初桜は日本海軍の駆逐艦。歌唱5522号艦、立花型駆逐艦の一艦として横須賀海軍工廠で建造された。艦名は、その年初めて開いた桜の花、また咲いて間もない桜の花のこと。 左限側より見た初桜手前の艦は、アメリカ海軍駆逐艦ニコラス1945年8月27日、連合国艦隊と会合した、際の撮影軍艦機は掲げられているが、艦首手法を、はじめすべての武装が、無人の再捕獲状態となっている。竣工後、訓練部隊の第11水雷戦隊に編入され、特例あるまで待機を行うよう命じられ、 6月4日付で、潮と共に、横須賀鎮守府部隊に編入され、そのまま無傷で終戦を迎えた。8月27日、連絡のための軍師と水先案内人を送るため、相模湾で、戦艦ミズーリを中心とする連合国の艦隊と会合した。翌28日、ミズーリその他の連合国艦隊200隻は、 初桜の先導の下東京湾に入港した。嫌い腹があるため一列渋滞で侵入した。9月15日除籍12月1日特別輸送艦に指定され、福音輸送に従事。その後、ソ連へ賠償艦として引き渡すことになり、1947年7月5日には、最近にて、風のある、軽薄なという意味のベートレン縫いに解消され、 艦隊水雷艇として、ソ連海軍へ編入された。7月29日、ナホトカでソ連側に引き渡され、1947年8月中旬には、ウラジオストクへ開港された。10月22日には、艦名は、表情豊かな、意味慎重なという意味のビラジーテリーヌイーに改称された。 ビラジーテリヌイは1949年までウラジオストクに停留されたが、同年3月中旬には標的間に類別を変更された。6月17日には TSL-26 の略に解消された。1951年から1953年にかけてソビエツカやガバニにあった第199造船工場の施設にて中期修理を受けた。 これにより、同系艦と合わせて、標的艦仕様に改修された。1959年2月19日には退役し、解体された。ベートレンヌイという名称を持つ駆逐艦はその後は、建造されなかったが、ビラジーテリヌイの艦名は30、ビス号計画型駆逐艦に受け継がれた。艦長たちの軍艦誌372ページによる、 青木光一対1945年4月20日、青木光一対1945年5月28日から、ありがとうございます。